どうぞです。モンスターファーム2ですね。やっていきたいと思います。無限にできちゃうんですね。これ、マジで。毎日5本あげてもええぐらいの、ぐらい。まあ、それ言い過ぎやけど、あげへんけど、できちゃうんですよね。すごい面白い。俺は今。これが600円で買えたんやから、マジで、世も末やで、ほんま。おかしい、マジで。ほんまに。俺マジ1万でも払うわ。月額1万でも払うわ、俺。ほんまに。次は、まあ、4週に大会、対抗戦が今回あるんでね。ちょっとそれに向けて上げていきたいから。確実に勝ちたいんで、やっぱ命中上げとくべき、かな。命中かな、やっぱり。命中でしょうね。命中はもう絶対必須能力なんでね、これ。どのモンスターにも必要な能力が命中なんですよね、このモンスターハームで。攻撃が当たらないことで絶対勝てないんでね。必須能力は命中なんで、命中上げておきます。もう確実にいるんでね。よしよしよし。大丈夫。このちょっとが大事だね。あ、マジで疲れた。お前早いって疲れんの。ミスったな。マジか。ちょっとミスったな。次じゃあ、銃トレしてから行くか。ちょっと疲れてからやけど、まあいいか。銃トレしてから、やっぱ普通に行こうか。普通に。射的してから行こうか、じゃあ。よし。対抗戦頑張ろうぜ、一緒に。オッケー。まあまあ、ええわ。トレーニング、とりあえず成功してくれたらいいよ。オッケーオッケーオッケー。もうすぐ305やからな。でかいぞ。お前はもう。お前はだいぶ強がってたな、ほんまに。オッケーオッケー。まあまあまあ、最低限上がりオッケーよ。よしよしよし。来た。いよいよです。名前が残るぞ。上半期下半期おい、機嫌ええな、お前、ほんまに。行くか。2000ゴールドも入るぞ。お金も入る。名誉も手に入る。くっ俺のブリーダーとしての格が上がるんだ、お前が勝てばな。行くぞ。ムカデ。いや。ロームか。行くぞ、ロームか。ロウソクムカデ行くぞ。お前の、名を刻め!うわ。っていうのがもう野球、記念すべき初めての2大陸対抗戦やばいぞこれ。おい、こっちのチームの精鋭どんなん?これごっついからな、マジで。A ランクのやつも見れるからな、これ。俺 D ランク代表ね、俺。ちなみに。E ランク代表誰が来る?堀田君。よっしゃ、行くぞ。任せんかい、おっさん、ハゲの。ハゲ親父、任せろ。おっしゃ。取り組み発表します。来ましたー!うわ、S ランクまで出てないね、これ。総当たり戦やから。こっちは?あ、もう D からじゃないんか。向こう、ライトニング?こっち、アーキュロン、チラベル、ピポルス。ゴライア。これ3勝者は勝ちってことやな。え?あれって。ホリーさん、あ、来た!ワンやねん、これワン。ホリー来た。ちなみにこのね、向こうの大陸は、モンスターハム1の大陸なんで、このライトニング、ゴーラ、ブライルドとかは、多分、確か、モンスターハム1の大会で出てくるやつです、確か。多分、そうだった気がします。ホリー懐かしいな。ホリーってのは、モンスターハム1のコルティア的存在、このコルトのポジションですね。だから、モンスターハムファン1やった人からすれば、ホリーが、まあまあ、初代みたいな感じですね。ありがとうございます。一番人気のホリーさん。まあ、そのホリーを一番人気に仕上げたのはモンスターハーム1での俺なんですよ。主人公なんですよね。ってことはこのコルトも俺と組んだことによってトップいっちゃうんだよな。よし。俺が勝てばいける。行くぜ。勝とうぜ。もちろんや。グラニート?ゴーレム系?ゴーレム系はやばいぞ、ちょっとマジで。相性悪いんじゃない?正直ちょっと。一発あるからな、ゴーレム系って確か。命中低い。あ、命中低いわ。あ、弱えわ、いけるわ。雑魚が。ただ、技は一発強いから、気をつけろ。よし。近づいたか。え、どれぐらい?あ、いける、やらせろ、やらせろ、やらせろ。もう聞くやん、大丈夫だよ。オッケーオッケー。やらせろ、やらせろ、やらせろ。合唱とかやばい。まあ、一発やばいけど、アッパやばい。アッパ、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 アッパしろ、アッパしろ。アッパしろ。オッケー。
90% で。こいつ技めっちゃ持っとんな。ただ、前衛の技しかない。オッケー、大丈夫だろ。おっしゃ。よけろ。いける。くそ。いや、先手取りたい。やめろ。危ない。これ出会い頭の一発とかほんま食らって終わりやからな。油断したらあかんぞ、油断したらあかんぞ。意味不明だと終わりやからな。よし一発やり。よしよしよし、でかいでかい。でかいでかい。このまま、突き、おし、え、このまま突きれ、このまま突きれ、このまま、オッケーオッケーオッケー、もう時間ない。オッケーいけ、クリカル、よし、このまま突き、オッケー、このままショットガンで、離す、おし、でかい、突き放せ、このまま。さあ、オッケー、激やー、グラニート、出直してこい、グラニート。俺はまだまだ先に行く。ウィン、よし。オッケー、俺は勝ったぞ。勝てよ、ピボルス。頼むぞ、お前同じ種族やからな。お前コロペンドラとして勝てよ。しょ。よっしゃー、ピボルス、頼む、勝ってくれ。勝て、よし、お前やる、さすが俺と同じ、同種族。調べる、頼む。調べる。お前強いやろ、調べる。いけ、調べる。うわぁ、やばいやばい、アーキロン。いや、アーキロン。いける、アーキロンいける。俺勝ったやぞ。だっていけるはずやろ。アーキロン！おっしゃー、きたー、でかい。よっしゃー、もう勝ったやん、これで。ゴライア、決めたい。ドン。強し、ゴライア。お前強そうやもんな。もう、まあ、見た感じ、明らかに強そうやもんな、お前も。やったー。俺たちの勝ちじゃい。誰や、お前、誰や、お前、ジブリか、お前。お前誰や、お前。お前、千と千尋のあの、かまおやじじゃんか、お前、ほんま。わしらの勝ちじゃ、勝ち時をあげるぞ、みんなの衆。よっしゃー、でん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 。うわ、おお、やば、かっこええ。ネーム。いいね、いいね、ピボルス。ああ、ああ、見て見て。あれだ、あれだ。もう、チラベロも負けたよ、お前。アーキロン、かっこええな、これ、アーキロン。ゴライア、お前、いかつすぎやろ。ほんま、Sランクって感じするわ。お、ウィンボーラス1000。お、めっちゃ入った。ありがとう。うわ、いいね。あ、かっこよすぎやろ、この画面。Winner of this year, Team MIA。IMA か。いや、よかったで、これ。やれちゃったな。ホリー、まだまだな。俺がいないとお前はどうにもならないんだよ。俺が調教してやろうか、お前を。はははは。よーし。よしよし。そっちは満足じゃ、ムカデよ。ムカデよ。そっちは満足じゃ。3000ゴールド。これで、5年は過ごせるぜ。ははは。よしよしよし。修行もいけるぞ、これで。やったぜー！いいね、いいね、いいね。めっちゃ力上がって、ナイス。いや、いいよ、いいよ。褒めるよ！よし。大会めっちゃ上がるな。いや、これでかいな、ほんまに。対抗戦勝ったん。よっしゃー、金も入ったんでかかった。3000ゴールで一発入ったんでかいで。見て、7000。あの、日持ちかった生活からもうおさらば。一時期140ゴールとかなっとったんや、だって俺ら。それは今7000円あるっていう。ほんまに。100円なんかやるわ。もう、誰でもやるわ。公式戦か。お、来た！ハゲマスさんちゃう？お、お前のハゲ、そっちのハゲかよ。お疲れ様でしたね。いやな。お！ 4 体のモンスターの育成技術を、あちらさんが教えてもらうことになったんです。お！モンスター解放や、これ。ほう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 。ねえねえ、ヒカルさん、あなたのところで次4体を？マジで？ワーム、お、ワーム来た！お、ヘンガー来る？あ、ヘンガーここで来るんやったっけ？ガリマやったっけ？ここで確か。あ、ガリバ、そら。あと一人誰だったっけ？あと一人誰だったっけな？ちょっと思い出せんな。あ、にゃーここで来るんや。やったー、解放した。4体見つけたら、頑張って立ててください。うわー、一気に4体解放か。でかいぞ、これ。まあ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 。だいぶ疲れとる。そらそうやな、大会でお前やられたやろな、ほんまに。いやー、でもだいぶでかいぞ、今回のあれは。よしよし、いい収穫でしたね。ヘンガー、ニャー、ガリ、ワーム。うん。
どれと当たっても面白いですね。全員癖があって面白いキャラですよ。だからモンスターは全部のキャラ面白いですから。まあ、正直ね、いろんなキャラ、いろんなモンスター触ってたいんですけど、まあまあ、とりあえずね、一匹一匹が長いんでね。今はまだローションムカデを、もう、飽きるぐらい触ってますけど。行け。よし。行ってこい。行け、成功しろ。よしよしよし。ナイス。ザバーン。こいつとの別れも確かに寂しいけど、新しいモンスターとの出会いも楽しみだよな。モンスターってそれがあるねん。無限に出会いがあるから。ほんまに。ビビるぐらい種類がおるやんて、モンスターハムって。すげえゲームやねん、これ。その無限の出会いと、別れがあるんでね。切ないもんですよ。公式戦か。まあ、勝てるけど、俺もう飛び級したいから出えへん。俺も C ランクやから目指しようところ。別れやろ。俺は C ランク目指してんだよ。ポルト、わかるか？俺はこいつをな、羽ばたかせたいんだよ。もっとな。もっとタケルを生かせたいんだよ、こいつを。よし。成仏500上げたら多分いけると思う。俺は成仏500まで上げる。よしよしよし。でかいぞ。お前成仏めっちゃ上がるからな、ほんまに。よし。成仏上げ続けよう、マジで。よし。ミルクもどきだ。お前の大好物をやろう。お前赤ちゃんのような、可愛さを持っているからな。ほら、俺でも飲んどけ。そろそろ修行来るやろ。ただ修行もったいねえか、今行くの。ぶっちゃけ。200来たいな。やま、やせこそ、ちょれちょれふぅわー、よし。あたたたたたた成功です。よしよしよし。186。まあ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 。高くなってきたんですけど、まだ低い。射的ゴー。射的ゴー、電車でゴー。オッケー、ワン、ツー、ワン、ツー。チェック、ワン、ツー、ワン、ツー。よしよしよし。10秒上がるよ。頼むぞ、10秒。10欲しいな、10。あっち、まあ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 。もうすぐ300いきますね。念願の300。本来命中も400ぐらい欲しいんですけどね。まあただ、欲張っててもあれなんでね。ヒーローバッジの大会は無視。まあ当分無視でいいでしょう。もう練習しまくります。トレーニングほどね、大事なことないんでね。一番トレーニングは寿命減らさないんでね、正直。まあ修行とか大会は多分寿命に、ピーク中にはあんましない方が確か良かった気がするんで。できる限り、丈夫さを上げながら、命中力をね、出せばたる。お、来た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 ー、やったぜージャンプジャジャジャン、もうスパイダーマンみたいな。おら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 、お前やっぱもう水の中得意やな。頼む、ちょっと30ぐらい上がれよ。まんで前20やったの。30上がれ。20これ、ま、20がマックスなんか上がりこれ。なるほど。多分そういうことですね。多分こいつの上がりマックス20なんでしょうね。多分でも25とか上がるトレーニングまた多分、じゃあ得意じゃないかな、こいつもしかしたら。わからんけど、まあ、ええか。30上がるトレーニングあった気するんやけどな、確か。な、こいつ多分本職体力かな、どうなんやろ。こいつの本職って何だよ。回避なんかやっぱ。回避がこいつ得意だから、回避が変化。変動いうか、ただ力下がるか、これは無理なんですよね。ドミノを倒せ。ドミノ倒せ !200 まず目指そう。それや、それや、セリア。よし。ナイス。でかいぞ。よーし。3!3 はちょっときつくないか、ちょっと。なあ、ムカデよ。なあ、ローションよ。お前きつくないか ?3 はちょっときつくないよ、お前ちょっとほんまに。これ3やったらほんま泣くぞ、俺。まあいけるよ、さすがに。さすがに3とかやめろ。10あったらまだまだいけるわ。偶然と決まるからな。3あったら偶然な。だってプール20あったんだって。え、ちょっと低くなっていったな。ちょっと気のせいか、これ。気のせいであることを願いたい。え待って。早っ、マジで、え、これマジで言ったん、お前ポルト、そんなわけないやろ。いや頑張れるって、俺のムカデはもっと、え、ちょポコに飲まして、ちょ待って待てよお前、おい、え、俺のムカデはもっと頑張れるってマジで言った、お前そんな悲しいこと言うなよ。マジか。お前もうか。まあ、でもお前も3歳7ヶ月。確かに歳は歳やねん、確かに。無茶させすぎたよな。修行何回も行かしてもたもんな、お前に。そう。お前もここまでなんかよ。
俺ともっと上を目指そうって言ったやんけよ。嘘って言ってくれよ、ムカデ。いや、いける。お前はまだいけるよな。まだいけるはずや。うん。まだ大丈夫。あと一年は。うん。いける。あと一年頑張ろうぜ、一緒に俺と。お前 B ランクまで連れて行かしてくれ、俺を。うん。連れて行かしてくれ、俺に。そして俺を連れてってくれ、B ランクのブリーダーに。よし。いけるはずやって。俺とお前やったらいける。B ランクまで行こう。駆け上がろう。放出に出るぞ、次。C ランク。一気に行こう。油断せずに行こう。いける。俺とお前やったらいけるぞ。これまでの3年7ヶ月。思い出せ。いろんなことがあったけど。それでも俺ら買ってきたやろ、今まで。いけるぞ。お前とやったらいける。どこまでも羽ばたける。よし、行くぞ。ムカデ。お前の花道は俺が作ったるからな。任せろ、俺に。すべて任せろ、俺に。よし。そうだやんけ。大会？修行か。行く気はねえな、もう。修行行く気はねえ。いや。あえて修行に生かすっていうのもありか。あえて修行に生かして、この大会に行くっていうのもありか。そうしよう。よし。かけてみよう。まだお前といける。まだいけるな、絶対。よし、かけてみる。こいつの生命力にかけてみる、俺は。こいつの底力？限界っていうかな。お前ってまだいけると思うね。フレア棋戦士ってお前まだ30歳やねん。簡単に言ったら。うん。40歳まで頑張ろうぜ、マジで。お前まだ30歳やねん、プロ野球言ったら。40歳まで俺が、連れて行く。頑張ろうぜ、ほんまに。いけるってお前やったら。マジで。工藤なんて、お前。プロ野球界で言ったら。工藤みたいに頑張ると一緒に。よし、どうせ20上がるやろ。まだ上がるやろ、お前。見せてくれ、俺に。お前の元気な姿見せろ。今、ここで。やばい、やばい、やばい。やばい！やばい！お前もう、そのレベルなんかよ。マジで流されよる、こいつが。いや。バカ野郎。力だけにやろ、お前のこと。これから俺とお前は、一緒に旅をする。いろんな旅をしよう。いろんなとこ回るぞ、一緒に。いける。お前っていけるな。大丈夫。いける。はいはい、いける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 。よし。やばい。マジか。え？限界なんかも、お前も。ほんまに。いや、大丈夫。重トレがあかんねん、多分。重トレがあかん。うん。軽トレにしよう。いける。いや、いけるはずだね。そんなわけないやろ。ほんまに。もう行くか！行くか、今のお前でも。いけるよな。8体！バカ野郎舐めんな、コルト。俺のって隠したよ、こんなもん。行くぞ！ムカデ。お前と一緒に花道作ったるかな、ラストの。俺に任せろ。行くぞ、一緒に！ C ランク。絶対に突破する、俺はこの C ランクを。行くぜ。3ヶ月ぶりやってまいりました、シークレット公式戦。未来のスターにお前なるんだ。わかったか。くぅーニコレザンバ氷上強えなこれ、ワーランモも強えしよ。サスペインも強え。マジで全員化け物クラスの強さやからな、この C ランクからは。一個上がる格が。ただ、駆け引きで勝てる。うん。お前3歳7ヶ月、老舗やから。経験で勝つぞ。くぅ、強え。いや、ええ勝負いける。いや、いける。いけるぞ。うわ、技も豊富やな、こいつら。よし。ほっこあかんな。この辺、ぺったんぺったんぺったんしてこい。ぺったんしてこい。ぺったんしてこい。してこい。おい。よし、ナイス。オッケーオッケーオッケー。いけるぞ。敵回避高いから、気をつけろ。待って。あー、まだいけるいけるいける。よし。確実に当てていく。よし。オッケーオッケーオッケー。当たる当たる当たる。いける。お前回避高いけど、お前めっちゃ高いからいける。痛い。よし。守備上げとってよかった。オッケーオッケー。丈夫さがここで聞いとる。いける。なんでやねん。マジか。なにこれ、団結？お？なにこれ？んで当たんねん。マジで。団結ってこない？
一段目しろ。勝てる。よし、勝てる。いける。よし、当てろ。待て、よし、勝ったんじゃん。いや、これ微妙。どうや、勝ったやろ。いや、勝ってる、勝ってる。よっしゃー、でかい。よっしゃー、いけるぞ、勝てるぞ。よっしゃ、向かで、よし、でかい。よっす、オッケー。じゃあ今回はこれで終わりだと思います。続きはパート8、お楽しみください。お楽しみください。お楽しみに。じゃあ終わります。ありがとうございました。